はい、こんにちは。それじゃあ続きやっていきましょう。ミッドナイトシンドローム。そうですね、いろいろ考えたんですけども、あ、これじゃね、これ使って、で、全員に話しかけたいじゃん。だからまあこれ使おうよっていうことですよな。うん、3の1から噂の香りがするってことだから、3の1以外に軽く言ってみるか。藤田さんみたいに美人だったらな。あれ、ポン酢ちゃんじゃない？ちょっとだけお高く止まってるとこ悪くない？イケメンの告白も。あ、そうなんだ。超遊んでたって聞いたのに、田舎の男なんて的な、なんかすげえ噂が流れてるな。多分そうじゃないんだろうけど。みんな藤田先輩の噂ばっかりだな。多分違うんだろうけど。なんか今出た？どうしてか。カラオケとか高いし。何の話してるの？ううん、別に。あれ、避けられてね。そう、すぐ情報出回るもんな。あ、なんか避けられてる。あれすぐ噂。あ、バイトか。なるほどな。多分バイト禁止とかで、話するとすぐに誰々がどこどこでバイトしてるとかっていう噂が流れるからってことか。忘れ物なしと。忘れ物なし。バイトか。まあどこなんだろうな。バイト禁止の高校とかもまああるけどさ。トイレはさすがにか。そう、トイレはさすがにかな。でも女子トイレは入れる。なんか立つんだって、なんだと思う？タイゼ。タイゼ。あ、サイサイ。なるほどね。あー、タイゼリア。いや、あのデカさはファミレスじゃないよ。なんだろうね。あ、なんだっけ。そう、バイト禁止の高校とかあるみたいだけど、別にいいんじゃないかなって思うんだよ。俺は社会勉強の一環で。サイゼリアは、うち田舎だからねえや。だから、サイゼリアで満足する彼女みたいな流行ったじゃん。うちの地元は全員満足するよ。行ったことねえもん。あ、こっち前よ。本の先生めっちゃ怖い。一つ行かなきゃ。メモ帳がどうのもあったな。あ、すげえ。かわいい。なにこれ。藤田先輩はモテる。建物ができる。あ、すげえ。あ、すげえな。こういうなんか細かいところもあるんだ。へえ。やべえ。普通にクオリティがやばすぎるな。商業用のゲームっつっても別に過言じゃないもんな。これ2階だったよね。じゃあ1階に行ってみるか。3の1だったもんな、確か。噂の、あれは、出どころというか。会議中。職員室は会議中。理科室。骨格標本だ。昼に見る骨格標本も、なかなかオツだな。あんま休み時間ね、こんなうろうろしないけどな、理科室行ったり、なんだり。今日もあのババアに口開いて注意されたんだけど、陽キャ女子高生、おもろ。マジうざいよね、あいつ。おめえも化粧してんじゃんって。やっぱ都会から来たやつは、頭硬いわ。それな、それな。だってね、なんかその化粧禁止とかって言ってるけど、でも高校卒業して大学とかさ、社会人だったら化粧してこいって言うもんな。それなんか変だよなって俺も思う。上履きを履き替えない学校だったの。へえ。でもこの学校に来てからそれは普通じゃないんだって気づいたの。あの日々が恋しいな。そうだね、亡くなってから気づくんだよな、その時の 大事さみたいなのはさ。二つの刃見た。まさか逆アニメに泣かされるとは思わなかった。やばいよね。二つの刃が多分思んねえんだろうな。派遣って言ってる。何の話してんの？え、あ、猫屋さんだっけ。二つの刃って知ってる？知らない。知らない。深夜にやってるアニメなんだけど、ガチで面白いから見た方がいいよ。今度映画化もするらしいし、結構万人受けしない要素もあるけど絶対ハマるから。っていうか、ギャグアニメのくせに作が良すぎるし、声優も何豪華で、シナリオもちょっとシリアスなとこもあって、しんどすぎてやばいからマジで見てほしい。無理しんどい。おいおい、猫屋さん、困っておられるぞ。古いタイプ、オールドタイプのオタクだな。あー、ごめん、喋りすぎだ。とにかく見てね。分かった。
お家に帰ったら調べてみる。あ、お家って言い方かわいいな。なんだろう、最近舞台やるボーボボかな、それとも一時めっちゃ流行った銀玉かな、どっちかだろうな、きっと。何書いてるんですか。うわ、勝手に見ないで。見ません。え、何書いてんの。あ、見れねえ。多分銀さんとカツラとかの話漫画書いてるんだろうな、きっと。カツラ、カツ、カツ銀とか書いてるんだろうな、きっと。銀さん受けみたいなさ。俺それがその界隈のメジャーなんかどうかは知らんけど、シンパジーじゃないと思うんだよね。俺は勝つ銀だと思うよね。銀さん受けだと思ってるんだよな、多分勝手に。もっと情報集めなきゃ。ああ、こっちか。まあまあ、バイト最近付き合い悪くない。今度テーマパーク行こうって言っててさ、牛見沢のやつだけ前聞いたんだけど、あの学校たらし多いらしいよ。うちの彼氏そんなこと知らないし、てか誰に聞いたのそんなの。もみーなってるよ、だからなら聞いて回れば。たらしか。まあでもそういう噂って結構本当だったりするからな。あの橋本先輩ですよね。あ、メンヘラ女っていじめられてた子だそうだけど、あなた。私1年の猫屋ともみです。落とし物を届けに来ました。え、どこで。男子トイレのロッカーにありましたよ。ロッカーありがとう。でもなんでお前男子トイレで取ってきたのって思われちゃうよ。どういたしまして。あれ、あら思わない。男子トイレにあったみたいな、この子どうしてみたいな感じにならんか。あれ、いねえじゃん、ポンズちゃん。あ、君はいつも霧下さんの横にいる猫屋ちゃんだよね。そうですけど、誰ですか。僕は何を隠そう、霧下真由香のファンクラブの課長、霧下さんのファン第1号なのですあれ、ファンクラブあんのか。ファンクラブ、こんなものがあったとは。霧下さんは寡黙なお方だから、君や富士山が喋りかけてあげてくれて本当に助かっているんだ、ありがとう。誰なんで親目線なんだ。あー、いえ、面白いから今度は先輩たちに教えちゃおう。そうだな、キリちゃんの席。いいじゃん、キリちゃん呼びしてるんだ。藤田先輩の席。あー、やっぱり藤田先輩の方がちょっと好きとかあるのかな。やっぱ藤田さんだよな。いやでも、あの子も。え、やっぱポンズちゃんモテるんだ。ってことは、あの、コックリさんで、一番可愛いのは誰って言って、ポンズって、あながち間違いじゃないのか、あれ。いいね。なあ、ロッカーの脇なくなってんだけど、あいつ入って取ったんかな。あ、こいつら。マジ？うーわ、鳥肌立ってきた。きっしょー。あいつマジでやばいよ。いじめてるやつの方が俺はやばいと思うんだけど、まあその辺の感性は人それぞれだもんな。どっちがやばいかっていうのは。本当にやばいやつは自分でやばいって気づかんからな。うん。女子トイレ特に何もいねえか。で、3の1って言ったもんな。3の1だ。ここは最後にしといて。222日。なんか進んでる気がするな、ちゃんと。町から離れた学校行くんだって。あ、そっか、3年生だから進路の話してるんだ。大ドアイってもんが耐えれてないよね。生え抜きの癖して田舎何もねえからな、マジで。本当に視野が広がると思うんだよ、田舎から出ると。一応屋上も見てみる。かかってっか、鍵。この子、え、すごい人いる。あ、部長なんだ。あ、猫屋ちゃん、どうしたの。部長、お札、ありがとうございました。めっちゃ可愛いんだけど、この子。あ、お札持っていたの。猫屋ちゃんだったの。なんで立ち絵がないんだろう、部長。いや、見てえな、立ち絵。何かの役に立ったなら嬉しいけど、何に使ったの。ちょっと役払いに。部長には高齢者なんてするなって言われてたからな。と、また必要になったら言ってね。
めっちゃ可愛いね。俺すげえタイプ。課題終わんないな。3年生になってこいつら何やってるんだ。誰だよこいつにバラしたやつ。ちょ、俺も話しない。待ってよ。彼女できたって本当かよ。彼女できたんだ。高校3年生で彼女か。なんか変な時期に作るな。これが図書室か。キャッキャッ。ふふ。うわ、図書室でキャッキャッふふしてる。便宜は神聖なところで何やってるんだ、こいつら。直読。これなんだっけ、あ、これ漫画じゃねえか、お前。なんかすげえ頭いい感じで本読んでるんかなって思ったけど、あいつただ漫画読んでるだけだ。あそこ漫画コーナーなんだ。コーナーなんだよ。あれ全部見たっけ。3の1行くか。うわさって言ってるからこいつらっぽいな。こっち行こう。眠ってる。あ、これか。ほんとなんだってば。はいはい。なんだ、いつもふわしてる、ふわふわしてるから、そんな夢みたいなもの見るなよ。本当に本当に見たんだって。神前神社で幽霊を見たって言ってた子、他にもいたもん。幽霊？本当？どんな幽霊？暗かったからよく見えなかったんだけど、階段で休んでたら後ろから声がしたの。賽銭入れろって。神主とかじゃねえこれ。やっぱり嘘じゃん。期待して損した。本当に本当に本当だもん。来た来た来た。こういうのは待ってたんだよ。早速部室に行ってみんなに報告しなきゃ。3階の渡り廊下に行こう。あ、でも噂を手に入れたから強制的に進むって感じじゃないんだ。イラストかわいいな。正体は場所は先輩に聞くと。ね、この子のイラストすげえ好みだ。このなんか、ゆるい感じが。ゆるい感じかつ特徴を捉えてるのが。いくか。なんだっけ？でも調べられないや。バスケ部と受験の話と、渡り廊下とかの方は俺行ってないもんな、まだ。それにしても、神前神社か。どこにあるんだっけ？あんまり行ったことないんだよな。今度。入りした先輩に聞いてみよう。解決？え？ちゃんと解決？え？その、あれ？セーブ、あ、でも、噂確保まで行ったら、こういう風にショーが終わるのか。なるほどな。次からそうしてもいいな。え？どうなんだ、あれ。大吉、ベベーンとかじゃないのかな？神前神社って帰り道になったんですね。今まで全然気づきませんでしたよ。ま、用事がないとあんなとこめったに行かないからな。私も小さい頃に数回行ったことがある程度だ。こんな近いなら先帰らないで藤田先輩のこと待っててあげればよかったな。なんか先生に呼出されたとか言ってましたけど。神社に来たがるかは置いておいて、なんで呼び出し食らったんだろうな。珍しいですね。なんかやらかしちゃったのかな。何やったんだろう。まさか、ポン酢に限って。あ、この奥だな。ここか。え、なんかすげえグラフィック綺麗な。あー、ここの鳥居か。そう。昔は神主的なのいたらしいんだけど、今じゃ世話する人もいない。廃神社みたいなもんだな。廃神社か。なんだろう、ホームレスが賽銭泥棒してんのかな。ああ、そういえば、まだ先輩には教えてませんでしたね。ここにどんな噂があるのか。部活の先輩たちにも聞いてみたんですけど、ここの神社、最近になってから幽霊に遭遇したって話が多く上がってるみたいなんですよ。この遭遇者たちが共通して言うには、姿は見えなかったけれど、確かに声は聞こえたっていうのが多いみたいです。へえ、そりゃ大変だな。目撃時刻はバラバラで、昼間に見たっていう人もいるらしいです。だから昼の肝試しも OK。とりあえず中に入ってみるか。パッと行ってパッと帰ろう。おっしゃー、絶対見つけるぞー。
昼間から、まあ、なんか変な人がいるんじゃないのかな。昼に肝試しして何が楽しいんだか。夜にしか現れないなんて三下ですよ、三下。まあ、うん、どうなんだろう。有名なやつ、パッと今思いついたんがさ、メリーさんなんだけど、メリーさん昼に来たらさ、ただの可愛い女の子だと思うんだよな、俺は。お、なんか、ちゃんとでもしっかりしてるな。ここが神前神社か。なんというか、静かですね。そりゃ誰もいないからな。救急にはぴったりだ。んじゃ、いろいろ見て回りましょうか。探索すっこ。あ、なんだっけ、蝶図とかだっけ？確か、注水車？ちょっと忘れちゃいました。あれ、違うのかな？あんまり、お前の作法とか詳しくないからさ、やっぱ手洗った方がいいのかな。長年放置されてるでしょうから、触らない方がいいと思いますよ。なんだっけ、右手で持って、左手洗って、左手に変えて、右手洗って、持ち手洗うとかだっけ。お賽銭入れない。ちょっと、なんか進みそうだから。もうちょっと見て回りたいけど。あ、でも道あるのか。賽銭入れてみるか、じゃあ。お前犬とかは？口閉じてるからこっちが、うん、かな。うん？あ、まあ、あ、うんね。あ？やっぱ、あれだね、猫やちゃん、そういう変なこと詳しいんだね。面白い怪奇現象と出くわしますように。願い事って、口に出すと叶わないんだって。気に入ってくださいよ。出会うかな？出会わないのかな？セーブしていくか。なんか、あれな、意味深なやつあるな。神前神社設立記念碑。これか。奥にこんなものがあったんだな。なんかいろいろ書かれてますけど、字は崩れてますし、壁紐もボロボロで読めたもんじゃないですね。結局、ここまで来たけど、幽霊なんて出てこないしさ、そろそろ帰るか。そんな、まだ早いですよ。せっかく来たのに。おいおい、夜まで張り込むつもりか？また明日にでも来ればいいだろ、ポンズも誘って。もしや先輩、最初から幽霊見つける気ありませんでしたね。いやいや、あるある、幽霊いなくて、残念だな。しょうがないですね。では、この辺にして帰りましょうか。帰るの？ポンズちゃんが後から来て、ポンズちゃん視点になるとかかな。再戦入れたから、再戦入れてけーとは言われないもんな。なんだよ。今、キリシタ先輩、なんかいました？なんかちょっと背景変わってねえか？いや、言ってないけど。でも今確かに、声が、いい体、見つけた。あれ？そういうなんかやべえやつな。なんか俺もうちょっと弱そうなやつかと思ったんだけど、そんな体も止める系ので、出たー。おい、猫や、待てって。え？第2章。神舞神社。やっぱこういうタイトルコール流れるとさ、燃えるというか、テンション上がるね。ワクワクすんな。あ？神社に幽霊？そうなんですって。だって、キリサ先輩も見ましたよね。まあな。またまた。ていうか、なんでそんなとこ行ったのよ。あれ、見たんだ。まゆかちゃんも。猫屋に連れてけって言われたんだよ。とにかく、あそこはマジでやばいんです。やばいなら、近づけなきゃいいじゃない？まったく。先輩は何にも分かってないですね。やばいから行くんじゃないんですか。そうだね、やばいから面白いみたいなさ。
何よそれ。今日の放課後、早速行きましょう。絶対絶対何か起こりますよ。やだ、私今日バイトだし、あれバイトしてるの？帰りにちょっと言うだけじゃないですか。でした先輩も、なんか言ってくださいよ。別に私、乗り気じゃねえぞ。なんでですか、二人とも。もういいです、この白邪魔な。私、今日一人で行きますから。私が明日死体で見つかったら、お二人のせいですからね。似てんな。なんなのあいつ。私あいつのことちょっと苦手だわ。そうだったのか。ずいぶん仲良く見えるけどな。なんというか、ついていけないのよね。うるさいし。猫屋はお前のこと割と好きみたいだけどな。そうなの？それであの態度なわけ？すわすわかんないわ。まあな。しょうがないから放課後行ってあげようかな。ちょっとだけ。お前も結局それなんだよな。今回だけよ。あ、ポンズ猫あいやいやとかないかな。そういうカップリング。ふぅ、まゆちゃん帰る準備できたって。あれあれ、どこ行ったんだろう。もう下に降りて行ったのかな。あれ、いないの？あれ、いない。もう先に猫屋と神社に向かったのかな。どこと声かけてくれたっていいのに。まあ、いっか。私も神前神社に行こうと、行くか。え、なんか、もう始まってるとかない？これ。まゆっちんが言ってたのって、ここかな。わあ、虫とかいっぱいいそう。猫屋に会ったら文句言ってやらないと。さっさと中に入ろう。いないんだよな、猫。猫ちゃんじゃねえ、自転車がないからさ。え？話せないか。独り言とかはないんだ。え、大丈夫かな？これもう始まってる気がするな。あ、でも猫ちゃんいる。あ、猫屋だ。なんだ。やっぱり先に来ただのね。おい、猫屋。よかったわね。のたれ死ぬ前に、また私に会えて。もう、そうしそうはやと思うんだよね、俺は。なんか違うな。なんか、グラデーション入ってるな。あれ、よく見たらなんか、リボンのところに猫のブローチつけてる。かわいいな、それ。気づかなかった。ああ、会えて嬉しいよ。何その喋り方。いつもの敬語はどうしたの。あんた後輩でしょうが。すみません。それでこの神社に何をしに来たんですか。え、猫屋がここを探索したいって言うから私はついてきたのよ。忘れたの。ああ、そうでしたね。では早速見ていきましょうか。やっぱりなんか変よね。え、乗っ取られてるとかじゃなくて、あれかな。ハテナになってるな。何？ドッペルゲンガーみたいにコピーしてるみたいな感じかな。小さい神社ね、ここ。奥にも続いていますから、まだ見えるところはありますよ。なんて言うんだっけ。長寿屋と呼びます。他にも呼び方はありますが、神と対面する前には身を清めるため、ここで手を洗わないといけないのです。別人だな、完全に。先輩も、ほら、どうぞ。ああ、はいはい、洗えばいいんでしょ、もう。これは、あ行ですね。うわ、なんか説明してくれてるな。多くは魔除けのためと言われてます。なんといってもここは神聖な場所ですから。かわいいかな。運行。怪しさマックスだな。入れない。別にいいかな。何をしてるんですか。まさか再生入れずに帰るなんてことしませんよね。
あれだってここ廃神社でしょ、入れたって何もされてはいませんよ。縁起でもない。いいから早くお入りになってください。何よもう。わかったわかった。やればいいんでしょ。やれば。ここの神社の神様とこなんかな。でも、よろしい。じゃあ別に悪い幽霊とかじゃないんじゃない？ねえ、単純に廃れていくのが嫌だからみたいな、忘れないでほしいとかさ。やっぱ幽霊って幽霊じゃない、神様の信仰心が大事とか言うもんな。何これ、お墓じゃないか、石碑ね。この石碑にはお見舞い神社がなぜ建てられたのかということが書かれているんです。え、錆びれて読めないんじゃなかったっけ。こんなに汚れてんのによく読めたわね。読み上げましょうか。先輩、この町に来たばかりですよね。町の歴史を知るいい機会ですし。え、いいよそんなの、興味ないし。俺は知りたいけどな。どうですか、それは残念。うわ、怖え。そんなことよりさ、あゆちんってどこ行ったの。てっきりあんたと一緒に神社に来てると思ったんだけど。マユチン？ああ、もしや、昨日こいつの隣にいた娘のことか？猫や？ふふふ。お前も愚かなものだ。のこのこと神社の奥まで入り寄って。でもあんまり怖い感じしないな。まあ、この姿では無理もないか。何言って、あなた。猫屋じゃないの？あれ？誰なの？答えてよ。どんな顔してるんだろう。あれ？これ本物じゃん。一通り探したけど、どこにもいなかったよ。やっぱり帰っちゃったんじゃないんですか？私たちよりもバイトの方が大事なんですよ、あの人は。おかしいな。行くってって言ってたはずだけど、私たちがトイレ行ったのに一人で行ったとか。まさか、そんなわけないでしょ。それより早く神社行きましょう。今日こそ逃げずに正体を突き止めますよ。え、動かる。なんだ。お前が死んだら先輩のせいだとか騒ぐからこんなことになったんだぞ。いや、あれはその場のノリみたいなもんで。こっくりさんの時もそうだし、あんまりポン酢を困らせること言うんじゃないぞ。反省しとけ。すんません。まあ、でも甘えたくなっちゃうんだよな、きっとなんだかんだ。優しい。藤田先輩、本当に一人で神社行ってたらどうしよう。どうしようって？もうね、巻き込まれたらとかってな、あるもんな。だってほら、今先輩、神社に一人きりなわけでしょ？ああ、確かに。そうなんだよ。助けに来てくれよ。大丈夫かな？あの人意外とビビりだから、今頃ワンワン泣いてるかも。何事もなければいいけどな。ワンワン泣いてるかな？あれ？これ、藤田先輩の自転車じゃないですか？やっぱり、先に来てたのか。早く合流しなきゃ、怒られるぞ。藤田先輩、もう神様と思うんだけど、でも別にな、この学校みたいに探索するような場所があるわけじゃないから。先輩、藤田先輩、いるんですか？あれ、いないのかな？待て。奥から声が聞こえないか？あ、確かに。行ってみましょう。行ってみるか。もう調べるとかは、できない。ま、そっか、そんなか、話すは別にそんなに、あれか、テキストがコロコロ変わるわけじゃないのか。藤田先輩。猫や？お前、そこにいるのって。
俺はこの神様がどういう顔をしてるのかが気になる。可愛いイメージあるんだよな。私？なんで？何が起こってんだ？逃げよ。あいつやばいよ。え？何してんの？早く。逃げる？追いかけてきてないよ。もう。ん？あれ？おい。勝手に逃げるな。え、今どこから？もしやお前、私が口の利かないクズとでも思っているのか？少しは私の話を聞け。一体誰なんだよお前。猫屋の格好なんかしやがって。私か？この猫屋ちゃんの方が俺は好きだったりする。赤目好きなんだよな。なんか、透けてない？やはりこの姿を保つのは苦しかったか。すまないが、お前たち。そこのお賽銭箱でお参りしていってくれないか、頼む。え、うん。わかった。信仰心とかなんかな？話せねえよ。ねえ、これでいいの？はぁ、助かった。危うく消えるところだったよ。改めて聞くけど、あんたって一体何なの？私はこの神社の氏神だ。断じて悪霊などではない。安心してくれ、氏神。神様？なんで神様が猫屋の格好をしてんのよ。まあまあ、それについてもいろいろ語り合おうじゃないか。せっかく人の体を手に入れたのだから。そうね。聞かせてもらいましょうか。あんたの正体について。まあ、多分、信仰心とかだろうな、きっと。なんか出てる。制限時間以内に質問に沿った言葉をクリックしましょう。はい。失敗すぎるとゲーム。わかりました。彼の正体、彼女じゃないんだ。わ、テンション下がるわ。ですか。なぜ猫屋の正体なのか。制限時間がある。変化する対象を探していた。たまたまじゃないだから。昨日そこの二人が私の神社に来ただろう。その時私はちょうど変化の対象を探していたな。開きやすそうな方を選んだというわけだ。やべ、この顔好き。めっちゃ好き。神前神社の霊の正体は、霊の正体は、あ、これか。霊などと噂されるのは心外だが、ここに来る人々を怖がらせていたのは確かに私だ。少ない参拝者からより多くの信仰を効率よく手に入れるには、これが一番手っ取り早かったんだ。決して好き好んでやっていたわけではない。だね。え？なぜ変化しているのか。何か願い事、人々に向かいの狐。あ、これだろうな。人と干渉するには変化しなければならないと。私のように生まれて間もなく、力の弱い神に姿などない、人と干渉するには、変化しなければならないのだ。生まれて間もなく。結構代々とかじゃないんだ。私はこのまま何もしなければ、すぐにでも消えてしまうだろう。だから残った力で人の体に変化し、もっと人々を恐れさせようと思った。で、信仰を手に入れる目的。全体の行方は知らないな。まあ、これだろうな。信仰がなければ、人々から忘れられると、私たちの存在となかったことになる。私も何もしなければ、あのまま消えてしまうところだった。だね。夏目友人帳でいろいろ見てきたからな、俺も。その神様とかのくだりは。
この神社が、そして私が作られたのはこの神米町を守るためだ。私はその役目を果たさなければならない。なんとしてでも。え？こいつに耳を貸すな。え？え？え？なんで？急に？ここに来て？え？この町を守る。これ私の前座理由。耳を貸すなって言ってるから放置するってこと？あ、え？正解？今の。神であることの証明。え？神であることの証明。え？これとかかな？え、違うんだ！え、めっちゃ減った待てよ。ま、これかな？これで過去の話がちょっと出てくるみたいな。昨日神社に来たもう一人の娘だ。お前が7つか3つの頃、この神社に来てお願い事をしていっただろう。確か新しいゲームが欲しいです。ドラゴンバスター10をくださいだったかな。あれ、そんな子供の頃に10が出てるんだ。本当にそうお願いしたの？ああ。結局買ってもらえなくて、兄貴が自分で買ったやつやらせてもらったけどな。そんなこと神様にお願いしてたんですか？そんなことってなんだ。めちゃくちゃ欲しかったんだからな。これで私が神だと信じてくれたかな？まあ、なんか途中変なやついたけどな。まあ、少しはね。あなたが神様ってのはもう分かったんで、そろそろ私の格好はやめてくれませんか？なんか、こう、目の前に自分がいると変な感じするんで。申し訳ないが、それはできない。この姿に変化するのに、残りの力をほとんど使ってしまってな。変化の対象を変えるのは愚か。変化を解く力さえ残ってないんだ。髪飾りもなんか猫耳みたいになってるな、よく見ると。ありゃー、そりゃー残念だったわね、猫や。他人事だと思って、すごいな、よく見ると、ちゃんと猫やちゃんのデザインにいろいろ猫があしらわれてるんだ。しかしまあ、お前たちは助けてくれた恩があるからな。変化を解く方法は二つある。二つ。ああ、一つ目は、ここの参拝者を増やすこと。時間はかかるが、お前たちがたまにここに来てくれるだけでも力を取り戻すには十分だろう。二つ目は？お前たちが二度とこの神社に来ないことだ。でもそれって、だよな。おそらく私はこのまま何もしなければ自然に消える。非常に残念だがな。それを待てばいい。いいの？なんだ、さっき散々消えたくないとか言ってたじゃない？それがお前たちの願いなら従うしかない。いや、これもう来ないわ。だって寂しいもんな。多分神社に通うことによって後々助けてくれると思うんだよ。だって神米町守ってるんでしょ？しょうがないわね。まあ言ってもここ帰り道だし、たまに来るぐらいならいいわよ。それでいい？はい。私もそれで構わないよ。本当か？嬉しいよ。この世もまだまだ捨てたもんじゃないな。その代わり、もうここに来る人たちを脅かしちゃダメだからね。わかった？ああ、もちろん。私も好きでやっていたわけじゃない。お前たちが来てくれるのなら、もうやめるよ。これで、神前神社の例の噂も、一件落着ですね。そういえば、お前たちの名を聞くのを忘れていたな。私は、藤田ポンズ。霧下真由か、霧下で会ってるよかった。猫やともみでーす。ポンズに真由かに、ともみだな。え、名前呼び？
猫屋でいいですよ。なんでよ。だって恥ずかしいじゃないですか。どこ恥ずかしがってんだよ。神に下の名前で呼んでもらえるってなんかすごいよ。ではポンゼ、マユか、猫屋か、覚えておくよ。そうだ、あんたの名前はなんていうの？私か。私はなんか意味深な名前出てくるのかな。はい。おい、今3人どころか俺もこの動画を見てる人もめちゃめちゃ期待したよ。何の名前だみたいな、そのね、知ってる名前とか出てくんじゃねえのみたいなんでめっちゃ期待したよ。どうだったかな。昔はあったかもしれないが、もうしばらく誰にも名を呼ばれていないから忘れてしまった。それじゃああんたのことなんて呼べばいいかわからないじゃない。普通に神でいいんじゃねえの。あなたが神かって。ひねりがないですね、却下。じゃあ神様バージョンの猫屋だから神屋さんとか。めっちゃいい声出しそう。え、いいじゃんそれ、よくない？秀久先輩の割にはいいネーミングセンスしてますね。割にってなんだよ。神屋か。そ、気に入った？ああ、いいのだ、嬉しいよ。これで終わりかな。で、翌日みたいな。はぁ、あっつ。まだ6月だってのに、なんでこんな暑いのは、まあ、確かに最近な、冬と夏しかないもんな。制服の下に、ワイシャツなんて着るからじゃねえの？ファッションよ、ファッション。ファッションには我慢がつきものなのよ。制服の下に、ワイシャツ。あ、確かによく見たら着てるな。そういえば今日、行きますか？神谷さんのところ。ああ、そうね。行ってみましょうか。え、これでなんか、ずたずたのボロボロになってるとか、悲しいことないよな。やべえ、前、いつだったか覚えてないな、日付が。エモくない？わかります。赤い鳥ってのがいいですよね。わかる。夏よ、暑いもん。このなんかさ、僕夏感がいいんだよな。ちょうどいい感じするよ。このなんか神社もさ、ちょっと森の中というか山の中に奥ばっててさ。再生鳴らしたら出るのかな？いないじゃん。あれ？おかしいな。とりあえず再生でも入れとくか。ま、せっかく来たしね。おお、3人ともまた来てくれたのか。嘘だろ？うわぁ、やば、俺この衣装好き。はわ、来てくれて嬉しいよ。何その、巫女さんみたいな服。やば、この服、好き。私が買ってあげたのセンスいいな。え、なんで猫屋が？だって、あの制服のままで私の格好してるもんだから、私がサボって神社にいると思われたんですよ。仕方がないから、土葬儀で神社の人っぽい服買ってきてあげたんですよ。ってな。土葬儀法廷って。ああ、なかなかいい着物だ。気に入ってるっぽいな。神谷さん、私たち以外に姿見えないようにするとかできないの？そのぐらいならできるが。え、それ早く言ってくださいよ。え、神谷ちゃん好きなのかな。作者さん。そうだ、ポンズ。前々から言おうとしていたんだが。え、何？うわ、嫌なこと言う。多分呪われてるんじゃねえとか言うんじゃねえの？お前、呪われてるぞ、ほら。嫌なこと言う。いや、呪われているというより、救われている、蝕まれているというべきか。
なんかしたんですか、先輩。え、いや、なんで私が？心当たりがあるはずだ。それが何なのかまだよくわからないが、こんなもの、意図的でなければ、つきようがない。うわぁ、こっくりさんくせぇ。何かないか？あるわけないでしょ。悪いことなんて何も。例えば、心霊スポットに行ったとか、降霊術をしたとか。お。ああ、やっちゃったね。降霊術をするなんて、バカにも程がある。親や大人に教わらなかったか、遊び半分にそういうことをしてはいけないと。特にこの町では。そんなの教わった覚えはないけどね。それに特にこの町ではってどういう意味を。本当に知らないのか。ん？何の話してるのかよくわかんないんですけど。え、なんか、え、猫やちゃんも別のところから来たとか言ってたよな。もしかして、あれか？昔の人が神様を怒らせたとかいうやつ。なんだ、まゆかは知っているようだな。何その話、詳しく教えてほしいな。ばあちゃんが小さい頃よく話してたんだよ。よくある昔話。ここは気性が荒いやつが多いんだ。あいつらを怒らせることはあまりしない方がいい。まあそっか、神谷ちゃんも幽霊じゃねえや、神様と言っても多分神様ランクがめっちゃ低いんだろうな、きっと。降霊術なんてもってのほかだ。だってこっくりさんは猫やが。うん、嫌ならいいって言ったじゃないですか。とにかくもうそのようなことはするなよ。そしてポンズ、お前は負の感情をあまり溜め込まないよう努めなさい。難しいこと言うな。そうすればいずれ呪いは消える。こんなこと言われたって。っていうか、神様なら呪いぐらいちょちょいっと取ってよ。呪いを解けるような力は今の私にはないんだ。すまない。にしても、なんでポンズだけ呪われてるなんて言われるんだ。私も猫屋も一緒だったのにな。体質とかあるのかな。ああ、ちょっと、それ言わないでくださいよ。何？ああ、そうか。ポックリさんもやったと言っていたな。今回は、たまたまポン酢だけについたんだろう。お前たちも、十分気をつけなさい。なんで私だけ。なんかあるのかな？その、ねえ、ポン酢ちゃんが引っ越してきた前の土地とかの関係とかさ。神前神社を探索した結果、得られた情報としては、幽霊ではなく、神屋さんという神様がいたということ。その神様は、思ったより頼りなさそうだということ。そして、なぜか、私だけ呪われているらしい、ということでした。猫屋は、今回のことに関して不満なようで、何でも、オカルト部の人たちには、神谷さんのことを話せないから、だとか。自分の姿を模した神谷さんの存在を、あまり知られたくないようです。なんとなく気持ちはわかる気はしますが、それより私が気になっているのは、神谷さんの言う呪いについて。今のところ、実害なんてないし、信じきってるわけじゃないけど、呪われてるなんて言われたら気分悪いし、これから何かが起きたらどうしよう、そんなことを考えていました。今思うと、ここから私たちの夏は狂ってきていたんだと思います。いや、本当は、このずっと前から、ここまでがプロローグってことかな。呪いは、私たちを、
蝕んでいたのかもしれません。うわ、やべえ、楽しい。つか、まだ終わらんもんな、そうなると。いろいろやってたら、日が暮れてきちゃったな。こりゃ、もうみんな、教室残ってないよな。でも、今日も元気に噂探し。2号館にはまだ部活中の生徒が残ってるはず。いい噂、あるかな。うわ、どうしよっかな。これ、時間いい感じなんだよな。2号館ってことは、探索できる場所が増えるんだよな、きっと。ちょっと待ってな。うわ、全部入る。じゃあ、今回この辺にしておきましょう。時間がいい感じで今回この辺にしておきまして、また次回、この続きを見に来てください。まさかね、俺はね、結構その、もう半分ぐらい終わっちゃって、うわ、寂しいなって思ったんだけど、ここからが始まりなのかな。というわけでまた次回、この続き見に来てください。それじゃあご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。